A300 から 600ST ベルーガ航空省で展示飛行をするベルーガエアバスベルーガはエアバスインダストリーが自社で生産する航空機のコンポーネントを空輸するために開発、製造した貨物機である。エアバス A300 から 600R をベースに開発され、A300 から 600ST という形式名が付けられている。胴体上半分に巨大な貨物室を備え、 コックピットが胴体下側に移設されている。白イルカに似た独特な外見であることから、白イルカの別名であるベルーガの愛称が付けられた。低翼配置の主翼下に2機のターボファンエンジンを備える。尾翼は通常式だが左右の水平尾翼端に垂直安定板が追加されている。膠着装置は前輪式である。ベルーガの開発、生産プロジェクトは、 エアバスの関連企業のサティック社によって行われ、1994年9月13日に1号機が初飛行した。経営後機が生産され、エアバス関連企業のエアバストランスポート、インターナショナル社によって運行されている。欧州各地で分担して生産されるエアバス機のパーツを最終組立地へ輸送する任務についており、飛行機を作るための飛行機とも言われる。また、 エアバス以外の顧客向けにチャーター輸送業務に用いられることもある。エアバスのロゴが描かれたスーパーグッピー。ジェット旅客機を開発、製造するエアバスインダストリーは欧州各国の航空機メーカーによるコンソーシアムとして発足した。エアバス社はその成り立ちから参加企業が一定の業務量を確保できるように各社で分担して胴体や翼を生産する。 国際分業体制を採用した。この枠組みにおいては、欧州各地に点在する工場で生産された機体各部を最終組み立て工場のあるトゥールーズに輸送する必要があった。航空機のコンポーネントは、巨大で重量がありながら高品質で繊細、そして高価という特徴があり、相応の扱いが必要だった。そこで、エアバス社は大型貨物用の輸送機として、 ボーイング377ストラトクルーザーを回収したスーパーグッピーを採用した。スーパーグッピーはアメリカ航空宇宙局のロケットや宇宙機の巨大な部品を運ぶために開発された輸送機である。エアバス社はスーパーグッピーの運用を1971年から開始し、段階的に増備を重ねて1983年には4機体制となった。 競合相手であるボーイング社の輸送機を使用したことで、すべてのエアバス機はボーイングの翼によって届けられる、あるいはすべてのエアバス機はボーイングの翼で初飛行するといった冗談も生まれた。ほどなくして、エアバス機の生産数が急増し、輸送力強化が課題となったほか、エアバス社が採用した時点で、スーパーグッピーはすでに時代遅れであったため、 新たな輸送手段が模索された。自動車輸送、鉄道、海上輸送が検討されたが、信頼性や所要時間の点で空輸が適していた。最終組み立て工場があるトゥールーズは、陸路や回路でのアクセスに不便な場所だった。そして、何よりもトゥールーズには工場圏の滑走路があり、エアバス機の生産拠点を移すという選択はあり得なかった。 スーパーグッピーの後継機を選定するための徹底的な研究が始まった。この当時、主翼を大型化したエアバス A340 の発展型が構想されており、これを含むエアバス機の使用コンポーネントを積載できるように、後継機には十分な大きさが求められた。一方で、老朽化が進むスーパーグッピーに残された時間は限られていた。 遅くとも1995年には、後継機を就航させる必要があった。少なくとも4機、予備を含めると5機を調達する必要があった。後継機の候補には、既存の航空機と新機開発の双方が挙げられた。既存の航空機では、ソビエト連邦からは、アントノフアン -124 や68機の、アントノフアン -225、アメリカからは、 ロッキード C-5, ギャラクシー、マクドネルダグラス C-17、グローブマスター3、ボーイング747が候補となった。それに加えて、イリューシンイル -86、ボーイング767、そしてエアバス A300 からの改造が検討された。しかし、これら既存の貨物機は貨物室の空間が不足していた。 既存機に収容できるようパーツを細分化した場合には分業体制が複雑化しコストが大幅に上昇すると懸念された。積み荷を機外に搭載するピギーバック方式も検討されたが現実的ではなかった。ボーイング社はボーイング767を改造する提案を行ったものの、それであればエアバスが自社の総発旅客機、 A300 から 600R をベースに開発した方が、都合が良かった。そこで1991年8月、新型輸送機の開発、製造、保守などを担うため、スーパーエアバストランスポート、インターナショナル社が設立された。サティックは、エアバス参加企業であるフランスのアエロスパシアル社と、ドイツのダサ社が50対50で出資した、経済利益団体で、 トゥールーズに拠点を置いた。A300 から 600R をベースとした新型機は A300 から 600ST と名付けられ正式に開発が始まった。ドイツのハンブルク上空を飛行するベルーガ A300 から 600ST は主翼やエンジン、胴体下半分が A300 から 600R と共通で、上半分の胴体が新規設計された。 新しい胴体部は極めて太い直径の円筒形であり、大型コンポーネントを搭載する貨物室にあたる。機体前方から貨物を積み下ろしできるように、貨物室最前部には上開きの扉が設置され、コックピットが胴体の下側に移された。コックピットのレイアウトや装備品などは A300 から 600R のものが踏襲された。得意な形を持つことから、 コンピュータ解析や模型を用いた風洞実験が繰り返され、空力面の他空港でのハンドリング面でも最適な形状となるよう検討された。A300 から 600ST は心臓機として生産され、ベース機同様に国際分業体制が取られた。A300 から流用する部分はベース機と同じ分担とされ、A300 から 600ST 専用のコンポーネントも、 各国で分担されて製造された。参加各国の主な分担は以下の通りだった。左後方から見たベルーが A300 から 600ST の製造は1993年から始まり、各パーツはスーパーグッピーでトゥールーズに集められ、1994年から最終組み立てが開始された。 A300 から 600ST の1号機は1994年9月13日に初飛行し335時間に及ぶ飛行試験を経て1995年10月25日に形式証明を取得した。同年にエアバス社へ引き渡しされ2号機から5号機についても表の通り形式証明の取得と納導入が進められた。 2013年5月トゥールーズにて撮影されたベルーが最終組み立てが始まった頃 A300 から 600ST は非公式にスーパーフリッパーという愛称で呼ばれていたこれはテレビドラマワンパクフリッパーに登場するイルカの名前に由来するという説があるその後1994年6月23日 A300 から 600ST の1号機の 完成発表と同時に、ベルーガという愛称が発表された。ベルーガは、サティックによって付けられた名前で、エアバス車本体は当初はこの愛称を機に、言っていなかったが、広く浸透したことから後に認めて使用するようになった。A300 から 600ST の生産数は5機で、そのうちの1機は当初は、オプションとされたが、最終的に5機すべてが生産された。 ベルーガの最初の実用飛行は、納入の翌年となる1996年1月15日に行われた。ベルーガは、欧州各地で製造されるエアバス機のパーツや、コンポーネントを、最終組み立て工場へ輸送する任務に従事し、前後機の導入により、スーパーグッピーは完全に退役した。ベルーガの新しい大型貨物扉や貨物搭載システムにより、 スーパーグッピー時代と比べて、貨物の積み下ろしに要する人員が18人から2人に省力化され、所要時間が1時間半から45分に短縮された。エアバス社はベルーガを用いたチャーター輸送事業へも進出することとし、1996年6月30日、ベルーガの運行を担当する専門会社の設立を発表した。この専門会社は、 エアバストランスポートインターナショナル社と名付けられ、同年9月20日に登記された。ATI は1996年11月にフランスの航空当局から航空運送事業の認可を取得し、11月24日に最初の受け置い輸送業務を行った。前後期のベルーガは ATI 社が運行するようになり、1997年には前期で合わせて年間1400回、 2500時間の飛行を行った。ベルーガの運行開始以降もエアバス機の生産数は拡大の一途をたどり、2011年にエアバス和車輸送量の増加に対応するため、フライ一万と呼ばれる計画を開始した。この計画では、積みに積み下ろし方法を含めた物流インフラの最適化を目的とし、2017年までに、 エアバス社の輸送機の年間総飛行時間を1万時間に増やすことを目指したものだった。2014年の時点では、欧州11カ所の工場間を結び、1日あたり2から4便、1週間に60回以上飛行した。2017年には、1日あたり5便、週6日の飛行を行うようになり、飛行時間が8000時間を超えたが、飛行スケジュールには遅れが目立つようになり、 増便はほぼ限界に達した。以前からサティックはベルーガのコンセプトを他のエアバス機に適用することも検討しており、エアバス A330 か A340 がベース機の候補として取り沙汰されていた。2014年の前半には A300 から 600ST より飛行距離が長くより重い貨物の輸送を可能にするベルーガ後継機の構想が報じられた。 そして同年11月、エアバス社は A330 をベースとした新型機、ベルーガ XL の開発を発表した。ベルーガ XL の初号機は2015年12月22日に製造が開始され、2018年7月19日に初飛行に成功した。ベルーガ XL は A330 の貨物型である A330 から200回をベースとして、 既存の機器やコンポーネントを再利用しつつ、コックピットや貨物室、ビブなどが新規開発されている。エアバス社では、ベルーガ XL を5機製造し、現行のベルーガは、ベルーガ XL と順次置き換えることで2025年に退役すると、している。左側面から見たベルーガ。ベルーガは、主翼を低翼位置に配した、単葉機であり。 左右の主翼下にターボファンエンジンを一機ずつ備える。主翼やエンジンは A300 から 600R のものと同一である。水平尾翼は低翼に配置され、膠着装置は前輪配置である。ベルーガは大型貨物を搭載できるように極めて太い胴体を持ち、2014年現在において世界最大の胴体幅を持つ飛行機であった。正面から見たベルーガ、 ベルーガの貨物室内。ベルーガの胴体は2階建ての構造で、だるまを逆さにしたような断面を持つ。A300 から 600R の胴体下半分に、巨大な円筒状の貨物室を乗せたような形状で、上部胴体と下部胴体の間は、直線的に結ばれている。貨物室の最大幅と最大高は共に7.10メートルで、床面の最大幅は5.11メートルである。 伝統の前方と後方は、元の機体形状に合わせてすぼめられており、完全な円筒部となる部分の長さは21.34メートル、貨物室の全長は37.70メートルである。床下,下貨物室にも貨物を搭載可能である。貨物室の総容量は1400立方メートルで、積載量は47トンである。前方貨物扉を開いたベルーガを正面から見る。 見学者用の通路が設けられている。貨物の積み下ろしを行うため、貨物室の最前部に上開き式の扉が設けられている。この扉は、貨物室断面が完全に開口するまで上がるため、貨物室の寸法をフルに使用できる。扉はアルミニウム合金製で、重量は2トンあり、閉じた際には、機体荷重を分担する構成要素となる。 扉の平行部内側の全周にわたり、ラッチ構造が設けられ、閉じるとファスナーのように順次固定される。貨物扉を開いた時の最大の高さは、貨物を搭載しない状態で16.97メートルとなる。風速20ノットの横風まで開口動作が可能で、開き切ると30ノットの横風まで耐えられる。前方から貨物を出し入れできるように、 ベルーガのコックピットの位置は胴体下部に移されている。乗務員の乗降扉は胴体の床面下に配置され、はしごが内蔵されている。また、操縦室の後方に当たる胴体右側面に非常口が設けられている。下方に突き出すようなコックピットはベルーガのような外観形状を生み出した。このコックピット配置により、電気配線や油圧配管などを切り離すことなく、 前方貨物扉を開口できる。油圧や電気系統を切断して機種部全体を開口する方式だった。スーパーグッピーと比べ、作業時間が短縮されただけでなく、安全性の向上にもつながった。さらに、コックピットが貨物室より下側にあるため、万が一急制動をかけてもメインデッキの貨物がコックピットに干渉しないという点でも安全である。貨物室内には、 前後にわたって2本のレールが引かれ、動力付きローラーを有する貨物搭載システムが備わっている。これにより外部のウィンチなどを使わずに貨物を移動させることが可能となり、所要時間の短縮に資している。ベルーガに貨物の積み下ろしを行うための専用車両も用意されており、この車両は全長32メートル、最大50トンの荷物を ベルーガの床面の高さまで持ち上げられ、ベルーガの機種と干渉しないような構造となっている。また、チャーター輸送時には、通常の空港にある貨物取扱車両も使用できるような汎用性も持たされている。予圧されるのはコックピットと機体後部の小区画のみで、そこに予圧環境でのみ使用できる機器類が配置されている。貨物室は非予圧式であり、 就航当時のサティックの代表は、エアバスが製造した最初の日を扱きとも述べている。コックピットの設計やレイアウト、装備品は A300 から 600R のものを踏襲している。ベルーガでは人工衛星や美術品といった温度管理が必要な貨物を輸送できるように、下半式のヒーターモジュールも用意されており、コックピットからヒーターモジュールの制御が行えるようになっている。 ベルーガでは機体重量の増加に合わせてベース機よりも尾翼の構造が強化された。原型機の2倍の高さとなった胴体が垂直尾翼を覆い隠すことによる空力学的影響は風洞実験で検証された。その結果安定性を向上させるため、そして横風への耐性を維持するため垂直尾翼の付け根を前方に伸ばすように 垂直安定板の面積が拡大されたほか、水平安定板の両翼端にも垂直安定板が追加されている。エンジンはターボファンエンジンでゼネラルエレクトリック製の CF6 から 80C2 を2機装備する。 巡航速度は、時速 780km、実用上昇限度は35000フィートで、航続距離は貨物を26トン搭載した場合で 4632km、40トン搭載時は 2779km で、ある。ハンブルクにて、胴体前方セクションを下ろしている、ヨースブレーメン空港で、 コロンバスを搭載するベルーガ・キャンベーラ国際空港で NH90 ヘリコプターを収容中のベルーガ全5機のベルーガは ATI 社によって運航され欧州各地で製造されるエアバス A320 やエアバス A330 エアバス A350XWB といったエアバス機のパーツやコンポーネントを最終組み立て工場へ輸送する任務に従事している パーツの生産地であるフランスのナントやサンナゼール、ドイツのブレーメン、スペインのマドリードやセビリア、ヘタフェ、イギリスのリバプールやブロートン、イタリアのナポリなどから、最終組立地のトゥールーズやドイツのハンブルクを結んでいる。そう2階建ての超大型機であるエアバス A380 については、ベルーガの貨物室にも収まらないため、専用の船と車両を用いた輸送がメインとなっている。 ATI 社では、この通常運行のほか、エアバス以外の顧客向けに、大型貨物のチャーター輸送業務を請け負っている。ベルーガの広い貨物室を活かし、それほど重くはないがかさばる荷物の輸送として、人工衛星やヘリコプターのほか美術品の輸送にチャーターされることもある。1999年には、ドラクロワの会が民衆を導く。 自由の女神を輸送するため日本の成田国際空港に飛来している。また、2006年5月には国際宇宙ステーションのヨーロッパ実験棟、コロンバスをドイツのブレーメンから米国のケネディ宇宙センターへ運搬するためにも利用された。運航開始から2019年2月現在まで A300 から 600ST に関して機体損失事故や死亡事故は発生していない。 出典特に記載のないものは、エアーバス SAS による。ありがとうございます。